作者が悩むようになってから数日が経ち、多くの車両たちが作者の様子を心配し、自分たちでどうにかできないかと、様々な角度から原因を調べてきました。そんな中、近鉄ビスタ EX が、本部に重要な話があると言い、大竹プロデューサーの元へと、向かっていったのでした。これが、これからの話を大きく揺るがす事態となりそうです。右上のぴょんたプロデューサーからの以下のルールを確認の上、この動画をご覧ください。なんだか周りが騒がしいけど、途中でとんでもない事態が起きたのだろうか。うむ、場合によっては作者の身にとんでもないことが起きたのかもしれん。今後も車両はしばらく増えるけど、その大半は東日本側らしいな。また向こうの車両なの？こっちは全然じゃないの。どうも作者を疑わなあかんようやな。確かに、関東の車両ばかりが装備され続けるのは関西の方からすれば辛いな。関東の方がなかなか集まらなかったから優先されたんじゃないの。 E23XK らは普通に増えているから限定販売の車両のことではないのか。それの限定販売だとあまり情報がないな。それもそのはず、特にすると関西なんかは気がつかなければ冗談抜きで入手できない状態だったそうだったからな。今の京阪のようにそっちは 2,3 年が経過しているくらいだからまだわからない。あ、こんなところに大竹プロデューサーが。重大発表か何かが来るぞ。そういえばこんなものが目撃されていたけど、明らかに怪しいわ。ああ、アルバムだな。作者は写真をコーナーとして撮影していたんだな。それにしても、なんで作者と京阪テレビカーが悩んでいるんだ。ああ、作者が足場に見向きをしていないのではと不安になっただけだ。ようやく白状したか。決して足場のビートでか、悪魔版とかじゃないんじゃ。まあ、その片割れが悪役なんだけどな。ところで、誰か作者を見た者はいないか。そういえば見かけなくなったよな。何かを探しているのか。やってくる新車が関東の方のばかりだと。確かに関東の車両の方がよく来ている印象じゃ。首都圏の車両なら絶対知っているはず。特に JR 東は極めて怪しいぞ。ああ、こっちには国鉄の車両しか用意されないのもこれのせいに違いない。初代成田エクスプレスに伺うしか道はないようだな。場合によっては首都圏の車両の投入をやめさせてもらおうか。そうだな、近鉄ファミリーのような数になれるのなら賛成だ。207系や321系などが来ることを楽しみにできるし歓迎さ。こちらは商品化すら情報がないけど、関西車が増えるのなら、ぜひやめさせても構わないと思うな。人だから抵抗ひいきなんて汚いぜ。よし、いざ出陣。お、ビスタ EX 一体どうしたのかね。
そっちの方は新車の枠については問題ないか？今のところは問題ないはずだけど。わしのところを除く関西の車両たちが関東の車両ばかりが来ると文句を言っているんだ。確かに最近はそのような声が目立ってきたな。あと、なかなか車両が来ないという路線、どうも怪しい。いや、作者に値段だやつが関東には多いという疑惑まであるぞ。証拠はこの関西の車両の集合時の写真、これ一つ怪しいぞ。あれ、京阪と阪急、JR 西日本の車両が極めて少ない。本来は関西の車両が来るはずだったのが関東の方に横取りされているんだろ。確かにわがままな車両が一部にいることは事実だな。あと、あのアルバム、京阪本線の車両が多いんだが、今回の件と関係があるか。そういえば、作者、結婚前に変なことを話していたな。さて、作者のところまで回想されたのはいいけれど、一体何のようなんだろう。相棒よ、待っとったで。ここからは重大なことを言うから。そうなんだ。関東の方は遠いから仕方がないといえば他の手段はないよな。さらに2010年からは本格的に写真を撮ることとビートレ自体が値上げされており、写真の方へと優先が移っていったんや。で、現在は写真とビートレどっちがいいんだい。聞く間もなく、どっちもやな。やはりどちらも気に入っているようだね。しかし、なぜ急にビートレを関東における楽しみが減ってしもうたからやな。個人的には 207K900 番台が現役の頃が全盛期やったで。以後 E233K1000 番台を皮切りに再度ビートレの増備に踏み切ったわけやな。なるほどな。2010年かはある意味で醜い。そうか、そっちだって。あのスカイアクセスによって実車は撤退を余儀なくされたんやな。結局2010年はこの鉄道界のワーストイヤーということだったんだよ。なるほど、そんなことがあったのか。しかもその頃ここには車両があまりやってきていないはずだな。しかし、この話を聞くところ作者は京阪本線のことで悩んでいるのかもしれない。京阪本線、それが何か関係あるのかい。京阪は本線と大津線とで分かれているとテレビカーが言っていた。他の車両たちの話によると、阪神9300系はアルバムを見たといい、多くの車両が関東の方の車両ばかりが来ることに文句を言っていた。テレビカーが悩んでいたということとなると、どう見ても作者は京阪本線の車両が集まらないことに悩んでいたとしか言いようがないぞ。わかった、直ちに本部に知らせるよ。こちら、大竹。初代成田エクスプレスよ、ウートウモトム。作者が悩みにつけ、失踪した原因が発覚。とうとう作者の行動を突き止めたようだな。その原因は、京阪本線の車両が集まらないことにあります。やはり、京阪本線だったか。直ちに全車両に通達いたす。全車両に連絡します。作者は京阪本線の車両が集まらないことを口実に悩みにつけ、数日前に失踪をしてしまったようです。万が一作者を見かけた車両は本部まで連絡ください。とうとう作者は去っていったの。これからどうなるわけ。オークションが終わってからなんか様子がおかしかっただけに。そっちの方はどうだ。作者はどこに行ったんだ。まだ作者はどこかに行ったまんまなんだな。やっぱ俺らが車両導入の枠を取りすぎたのがいけなかったんだな。なんだい、そちらの方はそこまでして
車両を増備しようと目論んでいたのか。それじゃあ、作者もタジタジになるのは、当然のことだな。なんで？最初の方は作者自身が、関東の車両の撮影を、楽しみにしていたからさ。その時は何も気にしていなかった。それが、君たちのわがままによってっちゃ、作者にも厄介がられるよ。問題児も増えるばかりだしさ、仲間との出会いが、単に楽しみだっただけなんじゃないの？最近の関東の車両は、似た外見や性能の車両が、多い。作者の目の付けところは、思っていたよりも、甘くはないぞ。例えば、こんなやつ。ましてや、車内案内表示器において、LCD 式のものでも、似たものばかり。これでは、作者はおろか、一般客からも、見向きをされなくなってしまうな。所詮、そっちは、合理か、便利かのわがままな、場所ばかりだろうけどな。おい、それはどういうことだよ。現実的だが現実逃避になってしまっている。現実社会のドーナッツか、それが東京さ。つまり言えば、しっかりと基盤を立てないものは、脆いということさ。合理化しすぎてボロボロになっているんじゃないの？それって、E231K や。E233K のことでは？そのわがままによって、振り回していったんじゃ、関西側は確実に起こるし、下手を、すればしばらくはそちらには車両導入の枠すら回してもらえなくなるよ。いたぞ。おい、JR 東、話はきっちりと聞いたぞ。これは一体どういうことだ？こっちはやきもき状態なんだぞ。ビスタイ X よ。これには訳があってさ。さあ、その訳をたんのりと、話してもらおうか。なんか、周りがざわついとるけど、なんかあったんやろうか。頼むから、落ち着いてくれよ。カツ丼をおごるからさ。今回の件は食べ物で、割り切れるものではないぞ。貴様らのせいでこっちは新しいやつが、全然やってこないんだぞ。これやからしとちゅうのは、難儀やねんな。作者がどう反応するかだな。やっぱり、困っていたんやな。まったく、関東の車両は、とんでもない奴らだったぜ。作者よ、一体どこに、行っていたのや？ある車両の枠組みを、入手しに行ったんや。どこの車両なんだ？ということで、京阪テレビカーに朗報。この路線についに京阪本線の、車両の増備が、なされることになったぜ。いつ来るかは情報が入り次第で、急塗装の車両がやってくるそうやで。急塗装じゃと、これは楽しみじゃ。一時はどうなること思ったわ。京阪テレビカーが悩んでいたんだもの。それに引き換え、関東の車両たち、本来関西の車両が、来る予定やった枠を押しのけて、うちに値段でいたとは、どういうことや。211K は、仲間に会う瞬間を、楽しむためだったとさ。よし、そうなれば、関西の、車両たちのリクエスト通り、西武線を除く関東の、車両の増備を一定期間、禁止とする措置を取ろう。ということで、庭にわたる、京阪本線の車両との、関係事情もここでピリオド。その車両がいつ来るか、そして増備停止を、食らった、関東の車両たちの今後に、注目。今回はここでお開きとします。最後まで、ご視聴ありがとうございました。
そういえば、さっき、ストレンジャーが通り過ぎていたけど。あのアルデン軍なのかもしれへんな。よっしゃ、レッスンの成果を、見せる時やな。次回、月の宮急行鉄道第12話、朝日弾現る、お楽しみに。